こんな素敵な景色を皆さんと見られて、私とても幸せです。綺麗な満月ですね。晴れて本当に良かったです。そんな、お礼を言うのは私の方です。来てくださってありがとうございます。私、月見団子を作ってきたんです。よかったら一緒に食べませんか？お口に合って良かったです。飲み物もどうぞ。ありがとうございます。はあ、温まりますね。はあ、本当です。お茶の上に浮かぶ満月というのも美しいですね。揺れて輝いていてとても綺麗です。どうかしました？私でよければ何でも話してください。あなたが不安そうな顔をしていると心配です。かぐや姫ですか？そんなことを考えていたんですか？安心してください。何があっても私はずっとあなたのそばにいますから。はい。ですから、あなたも、私のそばから離れないでくださいね。では、約束ですよ。次のお月見も、ここで一緒に月を眺めましょうね。綺麗なお月様ですね。私たちを見守ってくれているようです。あ、見てください。あの月の模様、ウサギに見えませんか？どれだかわからない。あそこです。あそこ、私が指さしているあたりです。こうしてあなたの隣にいられるならば、いつまでも月を眺めていたくなってしまいますね。でも、あなたを独り占めしているのがみんなに知られたら大変です。ですから、この素敵な夜のことは私とあなた二人だけの秘密ですよ。